まさにブラッシュアップっていうところも含めて、さらにこうセンス層の積み上げっていうところもあるんじゃないでしょうかね。仙台の守備に関してはそんなにこう前線から積極的にっていうよりは、しっかりとブロックを構えてっていうところはありますよね。AC 量から縦パス、杉森仕掛けていく、ペナルティーエリア入った、落として一味のシュート、しかしストイシッチ、決定的でしたね。前線も素晴らしかったですけどね、この崩しです。AC が少しこう長い持ちながら、杉森がこう斜めのランニングですよね。相手のセンターが整ってましたよね。ここまでのボール支配率をご覧いただいています。 58% 徳島、また下を抜いた中山、仕掛けていく、中山仕掛けてラストパス、エンド、すぐさま飛び込んできました遠藤です。強引なパスを2つ3つつないできました仙台。内田優斗のクロス、中山が待ち受ける、こぼれ球、また中島だ、こぼれた、もう一度右サイドのマセを狙いました。このクロスも質良かったですよね。立て続けに中島でした。まずは最初の中島。1点ビハインドになりました仙台。徳島はここ3試合先制してから追いつかれています。木田が切り返す。木田のクロス、こぼれ球、シュート。決まりました。最後内田優斗。またしても追いつかれました徳島。仙台には移籍してから初めて上げる得点となります。まだこのハーフペースの奥のところを木田が取るんですけども、この切り返し効きましたね。あとはぐっと押し込んで前足のところに富樫がボールを引き出すんですけども、ここに対してはカカですかね、足に当てたんですけども、そこがフィットしなかったことでこぼれてきたんですよね。いやー、でも内田よくこの位置にいましたね。浮かせてクロス、逆サイドマセ倒れて、どうだ、判定は PK、 ペナルティースポットを指さしました。勝ち点1が勝ち点3か。スアレスが止めた、そして皆川押し込んだ、追いつきました仙台。PK1 のスアレス止めたんですが、そうですね、駆け引きの中でスアレスが自分の左サイドのところをしっかりと読んでましたけども、弾いたボールが少しこう中に行ったことで、ちょうど皆川の前にこぼれてきましたよね。皆川を少しフリーな分、逆にプレッシャーかかったと思うんですけども、しっかりとインサイドで